こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは、シュです。今回はライジン使って闘技場3やっていきたいなと思います。リーダースキルが攻撃タイプの攻撃回復2倍、ドロップ2秒延長、4色以上軽減、攻撃6倍。絵がなんかすごいね。周りになんかキャノンが出そう。なんかあれだね、ナルトの15が暴走して雷影を攻撃するときみたいな感じですね。やっていこう。で、自分でね、編成組んだんだけど、なんかすごい、あ、走った、やった、誰だろう、わかんねえや。なんかすごいパーティーだね。あんまり見ないね、あんまり見ないようなパーティーでやってる。よし、やってっか。いや、さっきね、動画上げたんだよ。4秒ぐらいの動画上げたんだけど、消しました。あの、Twitter の方にね、上がってるんで、もしね、見たい人は見てください。いや、しょうもないね、動画だったんですよ。なんで消しました。いや、これ前の動画でも言ったんだけどね。あ、これ欠損はしてないね。なんか今回の究極あれだよね。難しくて、強いっていうより、優しめのリーダースキルでまあまあ強い。すげえ、前と下と言ったことと全く同じなんだけど、そういうリーダースキルだよね。で、雷神使っちゃおうか。雷神使って、ここガードブレイク枠でこの子入れてんだよ。シェリアスルーツ。シェリアスか。なんで、ここガードブレイクで倒します。本当に使いやすいと思う。指も長いしね。あ、よ。いいね、行ったでしょう。これでいけるはず。いいね、やっぱガードブレイクが本当に貴重。で、ここも普通に行こうか。で、このね、さっき4秒ぐらいの動画上げたとき、ネタ切れだろうって言われたんですけど、まあ、ネタはよく切れんだけど、まだ切れてないんだよね。まだ残念ながら切れてないんですよ。はい。いろいろね、究極したから、まだ使ってないキャラとかいるからね。あ、で、この2つぐらいの前動画かな。1万倍出るやつすごいね、1万倍ってあんまり言わないね、パズドラで。1万倍出るキャラで、アメンっているじゃないですか。あれ使ってみたんだよ。あれ使ってみて、他のモンポキャラも買ったんだよ。なんとかってキャラとなんとかってキャラ、あの水と木のやつ、あれもね、動画にしたいなと思ってたんだけど、編成がね、全然わかんなくて、どうしたらいいんだろう。オッケー、いいね、レイゲーナ弾くんですよ。なんか木のやつはね、木が大量に必要で、なんか短期決戦向きかなと思って、あんまりこういう闘技場とかに向かない気もするんだよね。だから動画にしたいんだけど、あんまり難しい。うん、いいね。アメン楽しかったね。買った人多分何人かいると思うんだけど、パズルが楽しかった。ただ疲れんだよね。なんで楽しかったって言っても、あの動画でしか使ってない。楽しかったなら動画外でも使えようと思うかもしれないけど、疲れんだよ、考えるのが。なんで楽しいけど多分使わないんじゃないかな。頭をなるべく使いたくないっていうね。で、欠損してないね。ガードブレイクでいける。本当に優秀、ガードブレイク。最近のフィキサーゼオン合ってるかな、あれもね、超覚醒でガードブレイクつけれるんだよ。結構本当にガードブレイクおすすめ。いいんじゃないかな。これで落とせるはず。火力どれぐらい出てんだろう。一回も見てないな。一回見ます。誰が一番出んだろう。緊張かな。300万だね。で、雷神がね、強いんだけど、コンボ強化が持ってないんだよ。なんか今の時代ね、コンボ強化当たり前ってわけじゃないけど、結構あって普通みたいなとこあったから、ちょっと火力の物足りなさはあんのかもしれないな。どうなんでしょう。OK、 1,2,3,4,5,6,7。 うん、これも普通に落とせるでしょ。このね、雷神も風神と一緒で分岐するんだよ。で、片方の方が倍率高くて、片方は軽減あるみたいな感じで、どっちもいいところがあるんだけど、OK だね。こっちの方がね、使いやすいね。やっぱ軽減あるし、指あるし。こっちが優しめってわけでもないのかな。うん、そう、軽減が本当に強いなと思う。で、ここも普通に、いいね、バインド耐性が確かあったはず。で、ここも行きまーす。やべえ、喋る内容が全然なくなってきたな。そう、動画のネタなんだけど、私のトーク力がなくなってきてるんですよ。まあ、それは元からないんだけど、はい。あ、で、今日あれ多分来るね。雪原ヒロインの詳細。ヨグソトースのスキル持ってるやついいんだよ、色違い。闇で。あいつマジで欲しいな。で、ここ次全色欲しいです。なんで回復一掃しちゃって、回復一掃しちゃって、ちょ待って、パズルがひでえな。いやー、もう闇消すか、もうちょい。こうしよう。はい。いや、色全部来てほしいな。あー、ないか。どうしよう、レゲエの、いや、シェリアス使おうか。そう、シェリアス意外とスキルも相性良くて、5色出すんだよ。
ただこのパーティーあんまりあれだなって思うところが、シェリアスね、バインド食らう可能性があるんだよ。バインド食らっちゃうとこのパーティーね、闇が欠損しちゃうんだよね。なんでシェリアスバインド耐性持ってるだけでだいぶ激アツだったんだけど、まあそれはしょうがないのか。っていうか覚醒9個もあるんだ。しかも地味に回復キラーもある。あ、いいね。ここで一回色呼びます。色を呼んで、はい、これでいいか。でさっきね、フェス限ヒロインの話ちょっとしたんだけど、全然その闇のやつ、うわー、闇のヨギソトースのスキルの色違いぐらいしか知らなくて全然知らないんだよ。なんか生放送ちょっと見てたんだけど、情報が多すぎて、なんか公式サイトとかにもまだまとめて載ってないからさ、見るところがなくて見てないんだよね。 OK、 いったでしょう。最初ね、雷神使おうと思ったら光で染めようと思ったんだよ。で光で攻撃タイプでソートかけたんだけど、あんまり多色で合うモンスターが見当たんなくて、そう今回この変なバケモン編成になっちゃったんですよ。ああ、繋がってるね。繋がってるけど、まあいいや。特に分けたりしないで。はい。いけるでしょう。いや、いけないかな。いけるね。いけるいけるいける。で、一応コットンに風神いる、風神いるから。オッケー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 。で、すげえな。光欠損がめっちゃする。あ、ランダンね、動画上げたんですよ、私。ランダン上げて、いや結構ね、なんかやっぱあれ、1日目なんだよ、ランダン。ってからちょうど1日ぐらい経ってんだけど、やっぱ1日経つとすごいね、4スキップ編成とか見た。4スキップ編成とかあんだよ。すごいよね。だから私がさ、結構来て割とすぐ動画上げんだよ。なんで、全然順位がね、低いんだよね、その、ツイッターとかに上げてる動画が。ちょっと恥ずかしいな。なんか低く、ちょっと低いんだよね。まあ低いってほど低くはないんだけど、いやだからちょっとね、なんかいつもランダンね、自分で上げといて結局なんかいい編成、なんか出回ってる編成に落ち着く。だから結構自分でやってもあんま意味ないんだよね。自分でやっといてなんか結果なんかすごいあの編成を待つみたいな。いや多分ほとんどの人がそうだろうね。編成見てやるみたいな。なんか使ってみた感じ、欠損もほとんどしないね。普通に来れてる。欠損がマジでない。毒がマジで邪魔だな。最近ね、闘技場3やろうと思った。モンハンコラボの武器でこの毒をね、弾こうとすることが多い。まあ、今回してないんだけど。うん、いいよ。わあ、すげえ、火があそこになった。デビッシュヌやめてほしいってこれ毎回言ってるね。まあ。いや、ビッシュヌはいいんだ。ビッシュヌのこの後が嫌なんだよね、マジで。これでも対応の仕方がないよね。なんか今後もなんかこれだけは防げない気がするな、この落ちやすいの。なんかあんのかな？これ逆にどうやって防げばいいんだろう、今後。目覚めブロック覚醒とか出んのかな？なんかそういうの出ない限りこれ防げないもんね。OK、いいよ。さあ、今順調に来てます。ああ、でもこれあれだね。暴れ狂えだっけ？来ても雷神のスキルでいけちゃうね。だから別に暴れ狂う来てもいいんだけど、普通に追撃あるんで。あ、でもこれ欠損はしてないか。欠損してないけど、あんまドロップのあれが良くないな。はい。1、2、3、4、5、6、7、OK! すごいね。あんまり暴れ狂う対応できないんだけど、雷神できちゃうもんね。で、次、ヘパスト出た場合、この毒がすごい邪魔になるから、雷神使っちゃおうか。すげえサクサクに来れてる。めちゃめちゃサクサク。なんか思った以上に使いやすい。やっぱ使いやすいよね、この雷神と風神が。本当に使いやすい。なんか、本当に、適当に言ってんじゃなくて、本当に使いやすいかも。いやーね、光欠損っていうか、欠損したここで欠損か。今までほぼほぼ欠損なかったんだけどな。あ、いいじゃん。あ、よくないよくないよく。そうさ、悲しみを優しい。よし、ナルトの曲ってさ、いい曲多いよね。お、いいね、ノアドラ。すごい好きな曲が多い。で、光吸収やめて。最初から殴りたいな。光吸収以外。
オッケーナイス。お、めっちゃいい色じゃん。多分耐えれると思うんでいきまーす。いや、どれぐらいだろう。ある程度全力でいいと思う。そんなに爆発的な火力ってわけじゃないから。あいよ、ただ闇2セットでも大丈夫か。オッケーだね。いってくれ。ある程度いけ。落ち込んない。あ、悪くない悪くない悪くない。ベラフォーオッケーで、これレイギエナさんに神継承したいんだよ。使っちゃおうか。うわー、結構でけえな、ダメージ。神使って、銀地を使って、神使います。オッケー。落ち込んは全然バリバリきてんだよね。あ、光にセットある。これないね、ないね、くっそ。パズルがねひどいですね。 あるじゃん2セット、言えよ。 OK、 いいんじゃない。すごい、街も最低だね、最低。こんだけ指やって最低。落ち込ん1個。うわー、今日行くんだ、すごい。いや強いね、やっぱ吸収向こう。2枚入れようかな。あいついつも出てくんだよね、マジで。でシェリアス使います。多分ワンパンいけると思う。これさ、シーンなんだけど、そんなに指あんのかな。なんかリーダースキルの指が多くて、そんなにあるイメージないんだけど。ただ一番何あるって言われたら、一番シーンがありそうだから入れたんだよね。はいはい、うん、いったんじゃないかな。すごいね、ノアドラあのラインからは倒せんだ。オッケー、いいね。火の落ち込む乗って、うん、強いかもしんないっす。でこれはガードブレイクで倒しちゃおうか。いや、で、この後あの動画撮りたいんだけど、サブどうしようかな。あの、モンポキャラの水と木のやつ。サブがわかんねえんだよな。はい。よし、いったでしょう。あ、あんまりやんない、あれやります。もし、この動画が良ければ、OK。良くなくても OK。じゃあね、バイバイ。